なあ、ドキドキする。じゃあちょっと一人でやってみてください。一番難しいって言われてなかったさっき。これ難しいみたいですね。スペランカー難しいのが1985年、今から35年前。やば、45年前、36年前、まあ、それぐらいです。設計さん34年前。じゃあ行ってみてください。はい、スタート、これのスタートでいいの。いや、私これ分かんないんだけど、本当に分かんない。いやえ、ちょっと待って、え、どうやってやったらいいの。いやえ、ちょっとどうやってやるの。あ、いや、ゲームオーバー。え、もう何これ、話になんないけど。最高エレベーターから降りれず。スタート、スタート。もう一回やってください、2回目。エレベーター下げましょうか。エレベーターまず下げましょうか。あ、スタートボタン押していただける。え、エレベーター下げ、そう、エレベーター下を押して下に下ろすんですか。あ、そういうこと。あねえ、そのために呼んだの。もうちょっと下にあのエレベーターを下ろしてもらっていいですか。もうちょい、そこから飛べます。向こうへ行きながらジャンプする。これ多分ダメだ。右に行きながらジャンプする。そう、こうじゃ。あ、ダメだ。ジャンプ押さないとダメです。押してる。 B か。あ、こういうことね。よっ、あれできない。もうイライラする。ちょっと二人用にセットしてもやってみてください。そしたら、え、これ二人用とかあるんですか。なかったっけ。あるよね。ストレス。あとちょっと そのえ、どうやってやん。そうですね。マイクが来てる。マイクが生きてる。切ってるよね。確かに。そう。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあどうしよう。通行できるのか。通行できないことこれ。ワンポンのみか。ちょっとやってみ、こっちでいい。一回通しやってみ。ワンポン見せてあげて。スタートしたらいいから。はい、任せください。次世代の子供がファミコンをやるっていう。固まった。あの、今コードでカセット触っちゃったんですよ。そういうの NG なんで。あ、そうなんですね。そう、慎重に。これリセットを押す。押せばいいです。だいたい再起動すればなんとかなるっすよ。再起動で、あ、来ました来ました。え、こっから？はい。あ、来た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 。絶対できない。なるほどね。これ難しいから。あれ？ほら、できないんだって。あれ？だから、日本一難しいアドベンチャーゲームなんです。あ、来た来た来た。え、どうやったの？コツ？え、どうやってやったんだろう。あ、こうだ。え、なんで、いや、なんで死んだのかがわからない。なんで死んだ。あれ、真ん中に当たったら死ぬの。あれはエレベーター乗って下に降りなきゃダメです。あ、なるほど。これは？それは取って、取っていい。そう、下に登るんですよ。ジャンプして登るんです。おお、あ、すごい。そんな高いところだったら死んじゃうんです。面白い。誰も一面行けないって。今、あ、ポーズ押しちゃった。ひとみさん、それあのカセットにまたコードがつかまると。それ繊細ね。すっごい繊細ね、これ。これどうやった。これ、今俺さっき出たっけな。横押しながらジャンプですかね。あ、いた、いた、いた。取っていい。だからめちゃくちゃめちゃくちゃちゃんと人なんですよ。高いとこから落ちても死ぬし。こっから行かせてくれんの。あ、すごいじゃんこれ。いよっ。これこっち。あ、 B ボタン、 B ボタン押してください。 B ボタン。はい、OK です。
お化け預けました。これ登ってちゃダメなの？登れないんですよ。伝わらない。そんな高いとこから自殺しちゃうんですよ。あ、そういうこと？はい、そんぐらいからジャンプ。逃げる。そう、そう。あれは取っていいの？あれ爆弾取ってください。先まで行っちゃってください。全部取ってください。行けない。ジャンプしちゃう。時間もあるんで、これ急がないと。これ降りる？いや、同じように戻るんです、先に行って。あ、もう一回 B ボタン押さないと。はい。あ、もう時間ないっす。どうしたらいいの？戻ってください。戻れないんだけど。え？ちょっと待って、ちょっとやってみて。面白すぎる。ちょっとや、見て、やってみて。いいんですか？じゃあ。ちょっと。すごい。じゃあちょっとやってみて、持ち主がじゃあ、まあ、戻る、迷いがない、あぶね、おう、あ、これ一個ずつ降りていくの？そうなんです。あれダメでしょ、あそこありの なんかこれ古いからなの？爆発で今岩を、これが時間が戻ります。なんか踏んでいいものと悪いものの差が分からない。これは地下室なの？そう、地下の洞窟なんですね。これマリオ？マリオじゃないです。これ見た目マリオじゃん。これスペランカーです。探検家です。同じキャラクターじゃん。これ全部取らないとダメなの？そうなんです。うまいね、やっぱ。すげえ。あ、さっきの高さのところ、その穴落ちても死んじゃうんですか？死んじゃいます。時間これで稼ぎました。大した高さじゃないんだけどね。なんであれは取らなかったんだろう。あとなんです。危ないよ。え、すごい。やっぱあれだね、スキーとかと一緒でさ、やってたら体が覚えてるんだね。すげー。スキーもやったことないけどなんかよく言うじゃん、そうやって。次の冬スキーあれじゃん。え、無理、折れる。折れる。あ、これやば。やったことないもん。おかしくない？全然違うところで打ってんのにさ。あっ、悔しい。終わっちゃった。すげえ。こういうことですよ。これがこのたくさんあるカセットの中で一番難しい。一番難しい。それを踏まえて一人さ、これやっぱもう一回今。そうね、最後にいっぱい P 様のやつで、はい、今シャープ1としてはね、やっぱりファミコンのシャープ1としては、なんでしょう、こう2段ぐらいまでいっていただかないと。よし、おお、はい、学習能力ある。イエイ。あ、上がっちゃった。どうしたらいい？あーダメだ。あ、ダメだったね。それジャンプしないと戻れます。そう、ここ上がるんだったよね。ジャンプ、よし、かな。銃撃たないと。反対か。そう、いいじゃないですか。覚えましたね。どういうこと？こっちさ、捕まえないといけないってこと？捕まえたら下まで降りないといけないんですよ。ジャンプしたら。あ、ジャンプ。え？
そういうこと。さあ、ということで今週はここまで。え、終わり。なんだこれ。さあこれ一日持つね。これ一日やれちゃいますよね。これ一面やるだけで一日かかるかも私。子供の感覚すごいわ。なんで一番難しいのこれ。よろしいの。違うの。ちょっとじゃあまあ一応ちょっと一本だけこれ今週ここで締めてもらっていいですか。で次週この20分ぐらい撮ってるんで1本目は。次週あんの。次週これで連続で続けてお前は。はい、もちろん、次週次もあのファミコン企画このまま継続ということで。誰が見んの。いやこれみんな見るんですよ。できないんだよ。はい、それが面白い。やっぱりどうしようっていうの。私にこうファミコンできるようになったらなんかいいことある。いやありますよ。それなんかファミコンができるよってなる。で番組もね。そうそうそう、番組も。そうそうそう。何がファミコンの番組いっぱいありますから。はい、そうなの。有吉さんのいいゲームでした。いやそんなの、そこまでなれるわけないじゃん。やってください。覚えてください。じゃあもう今週最後締め込めてください。今日はやったことないゲームだったけど、多分マリオぐらいだったらできる気がするので、じゃあ次週もあるんだもんね。次週はマリオに挑戦します。勝てんよ。よし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 、点数入れまくるよ。いったよろしくねー。